はい、皆さんこんにちは。ベンマックス TV のベンマックスです。今日はですね、ハミルトンのカーキの手巻き式のものをちょっと紹介したいと思います。なんか種類がなんかたくさんあるみたいで、僕が持ってるのはこれ、30ミリ系のやつでですね、多分1990年代に作られたものみたいです。今ではなんか廃盤になってるみたいで、メルカリとかでですね、だいたい2万円ぐらいで1個手に入るものですね。で、私もこれ両方ともメルカリで手に入れまして、で、ミリタリーウォッチが欲しいなと思って、で、以前ですね、IWC のマーク11を持っていたんですけども、かみさんに返しなさいと言われて、ちょっとお店に返しに行って、7割で買い取ってもらってっていう記憶があります。それでですね、やっぱり欲しいなと思いまして、で、まあ、簡単に手がつけられるところでハミルトンのこの、9415A という、シリーズですね。これを手に入れました。今止まってますけれども、こっちはですね、これ黒が気に入って買ったんですよ。で、出品者に質問しましたら、ちゃんと巻けて動きますよということなんですけども、これはですね、まんまとやられまして、ちょっと巻きもがおかしいんですよね、硬くて。で、これ中にエタの2801-2というムーブメントが入っています。で、手巻き式ですで、こっちはですね、ちょっと機械の具合が絶不調なんで、これ僕黒文字が欲しいんですね。で、最初に買ったこれはちょっと本当にもうカーキので、こっち柔らかいですよね。でもちょっとゼンマイが切れちゃってるんですよ。だからちょっと一回オーバーホール出さなきゃいけないんで、2万ぐらいかかるって言われましたから、買い値ぐらいだなと思って、それだったらもう一個買っちゃった方が早いかなと思ってるんですけれども、黒文字盤っていうのが出てこないんですよね、なかなか。動き出しました。で、一応ハック機能がですね、ついてるんですよ。止まりましたよね。で、ゼンマイが切れてない時にずっと使ってたんですけども、だいたい1日に10秒進みぐらいの精度でした。まあ、こんなのもいいかなぁなんて思って。で、夏場だって、夏場でもですね、こういうナトベルトを使ってるんで、汗がね、後ろから侵入しにくいなと思って、まあスクリューバックになってますけれども、汗が染み込みにくい、こういうナトベルトつけてると手とちょっと隙間が空きますから、いいかなと思っています。全然なんか配色が良くないんで、今度カーキのベルトでも買ってこようかなと思ってるんですけれども、こんなものをちょっと持ってます。で、まあ一応測っときましょうか。9時のところがですね、ここがケース、ここがここだから、大体33ミリですね。はい。で、本当に昔のミリタリーウォッチって本当に小さいんで、今もハミルトンから、カーキのフィールドメーカーの手巻きっていうのが出てるんですけど、あれ確か径が38ミリだったんで、私はちょっとあれは手出してないですね。こっちの方がやっぱり断然いいなと思って使ってます。ね、この機械、この文字盤をね、このブラックの文字盤に変えてもらって2個持ってって、それでオーバーホールしてもらって、
つけようかなと思っております。今日は非常に簡単だったんですけれども、まあ、こんなものをちょっと私持ってまして、これ手巻き式です。自動巻き機能はないです。なんで本当に原始的な原始的なって言ったら失礼ですけど本当にシンプルなものを持ってます。でも巻き感がねこう機械にこう問いかけながらといいますか機械の様子を伺いながら巻かないとプチってゼンマイ切っちゃいますから、気をつけてやらなきゃいけないなと思ってます。でも本当に切っちゃったんでねこれね切れちゃったんですよ。なんで今実際には使えないんですけれどもまあちょっとオーバーホールしてもらっていくらかかるのかな。できれば安くしてほしいですけど、どっかちょっと時計屋で出してみてやってもらってみようかなと思ってます。あと黒文字盤これがねあんまり出てこないんですよね。どういうわけだかこの三角のね逆三角形のポチポチポチって点のやつはね結構出てくるんですけれどもこの逆三角形の、ね、なっているところのこのタイプの文字盤がなかなか出てこないんですよね。これも僕ヤフオクで競り落として買いました。はい、いくらだったか忘れましたけど2万以上しました。これは1万8000ぐらいだったかな。大体でもそんなもんで買えますんで、ちゃんとしたものがですね、オーバーホールしていればエタ社の機械なんでずっと使っていけると思いますんでまあまあちょいねちょっと出かけた時なんかにつけとくなんかいいかなと思っております。こんな時を思ってますということで今日の動画を終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。どうも失礼いたします。